タンゴユラ駅は、京都府宮津市ユラにある、ウィラートレインズ宮津線の駅である。駅番号は、M12、宮前線の愛称区間に含まれている。JR 時代の駅構内の様子相対式2面2線のホームを持ち交換設備を有する地上駅である。ヨットの方をイメージした駅舎が特徴的。西前鶴方面行きホームに駅舎があり、互いのホームは、 宮津方の古線橋で連絡している。宮津方面行きホーム側を上下本線とした一線スルーとなっているが、現在は当駅を通過する定期旅客列車がないため、すべての定期旅客列車が方向別にホームを使い分けている。単鉄線内に15駅存在する有人駅のうちの一つであるが、駅業務は駅舎内のカフェである揺らしゃくに簡易委託されている。その上、 窓口業務と自動券売機の稼働は平日の朝夕に限定されており、それ以外の時間帯は乗車券購入が一切できない無人駅となる。駅舎内にはカフェ、ユラシャ楽駅カフェアンシャーリーがある。当初2007年にオープンしたが、2010年に地元酒造会社のスイーツ店に移籍するため一時閉店。その後2018年3月に再び駅舎内にオープンした。 11時17時の営業で不定休である。周辺に海水浴場を抱えていることもあって、夏の海水浴シーズンには海水浴客で賑わう。普段は通学、用務客が大半を占めており、駅周辺がマイズル都市圏に属することからマイズル方面への利用が多い。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。